100均の材料でできるベビースタイを作ります。まず型紙を用意します。インターネットとかでどこでも載ってるのでそういうやつで大丈夫です。生地をこう輪になるように畳んで、この畳んだ部分にこの部分を合わせて、でピンで留めていきます。切っていきます。ここをこうこんな黙々の形にしても可愛いです。生地と生地の間にこう挟んでふわふわになるものなんですけど、ドミット芯っていうやつでも大丈夫です。周りをこうざっくりと、はい、これで裁断終わりです。次このキルト芯の上に、生地の表側が上に来るように重ねます。次この裏地をまた重ねます。塗っていきます。端まで縫えたら、次こっちの角を内側も縫います。縫い目を切らないようにギリギリのところまでこう切っていきます。ひっくり返したら、これでミシン終わりです。今回は内具なしでできるタイプのやつです。でボタンつける位置に穴を開けます。したら片方のパーツをパチンっていうまでつけます。大体のこの留めたい位置を決めて、これがこうなるので、元
パチンというまで指でつけたら終わりです。これで完成です。